皆さんこんにちは。今日はコスメ購入品を紹介していきたいと思います。久しぶりにコスメをたくさん買ってきました。気になるものがあったので、今回はねロフトとプラザとアインズ&トルペで購入してきました。では早速紹介していきたいと思います。結構ねこのコスメ購入品っていうのもめちゃくちゃ久しぶりに撮ります。じゃあまずはこちら、クオリティファーストの VC ホワイト100で、こちらが VC マックスマスク、はい、こちらのクオリティファーストです。で、あの前回の使い切りで、あのホワイト美白のやつがすごく合うって言ってたんですけど、これです。生 VC100 っていうのがめちゃくちゃ私の肌に合うんですよね。そうなのでまた買ってきました。ちょっとでも久しぶりに買った。で、これも本当すごいたっぷり美容液が入ってる。4種の濃厚ビタミン C 配合で、透明感、くすみ、ツヤ、キメ、毛穴のケアができるみたいです。で、これ買おうと思って見たらこんなものがあったんですよ。こちらね、プラザで購入しました。高濃度 VC100 プラス 10% のナイアシンアミドが入ってます。こちらも毛穴、くすみ、キメ、ハリ、ツヤのケアができます。すごいよね、高濃度ナイアシンアミドと4種類のビタミン C が配合されてるそうです。ポップにはなんか全毛穴ケアみたいなこと書いてあったから、めちゃくちゃいいなと思ってちょっと試しにね買ってみた。最近また結構パックをするようにしてるので試してみたいと思います。楽しみこれ。そして次、こちらメイベリンを購入しました。こちらがフィットミーのファンデーションで、こちらがスーパーステイビニールインク、こちらが新色のカラーになります。で、5色ね出てるんですけど、私は1色購入してみました。気になるカラーをね1個買った。で、こっちのねフィットミーは今の新作ではないんですけど、このリニューアルしてから私買ってなかったのでちょっとね買ってみました。で、結構私が使ってるのはあの何年も前に買ったやつだからちょうどいいかなと思って買い替えました。パッケージというか蓋がねおしゃれになってる。で、今までは120番と122番のピンク系のカラーを混ぜて使ってたんだけど、最近日焼けをねずっとしていないので、あの120番のカラーだけ購入しました。なんか日焼けをしてる時はピンクをちょっと混ぜた方が肌に合うなっていう感じがあったんですよね。だけど今回は標準色だね、120番だけ。こんな感じのカラーですね。お、やっぱり私の肌に合いそう。めちゃくちゃ馴染んだ。やっぱこれいいよね。ちょっと伸ばしただけでめちゃくちゃ綺麗になりました。うんうん、120番で良さそう。で、これよこれ。ビニールインク、これねめっちゃ気になってたんですよ。この5色のカラーが全部可愛かったんだけど、とりあえず1個だけ買ってみた。で、これはね使う前によく振るんですよね。で、こちらはね125番、アプリケーターがこんな感じで少し長めですね。めっちゃかわいい、綺麗な色、私が好きそうでしょこれ。ヌーディー系のカラーでめちゃくちゃ可愛かったんですよね全部。今はちなみにこのセザンヌをねつけてます。01番のカラー、これをポンポンつけてました。これもかわいいよね。では塗ってみます。はい、こんな感じ。めっちゃ好き。やっぱ可愛いこの色、すっごい馴染みがいいですね。なんかヌーディーすぎず明るすぎずみたいなピンクベージュっていう感じ、めっちゃ可愛い。ピンクベージュなのかな、ちょっとローズ感もあるような気がする。可愛い。いや、やっぱこのリップいいですよね。なんかね本当にテスターでちょっとつけてすぐ拭いたんだけど色持ちが良かったんですよ。色づいてる感じがあって、そしてこのカラーがめちゃくちゃ可愛い。この125番めっちゃ気に入りました。そして次はこちら、エテセのアイエディションマスカラベース、はい、こちらまたリピートしました。なんかマスカラベースは私ヒロインメイクとエテセをなんか交互に使ってるんですよ。両方好きだからなんか両方使いたくって交互に使っていて、でもうそろそろねなくなるので、ヒロインメイクがむしろちょっともうカスカスしてきてるから新しいの購入してきました。こんな感じのコームタイプになってます。結構久しぶりに使うからめちゃめちゃ楽しみ。
そしてこちら、こちらがキスのカクテルデイズで、こちらがキスのリップアロー、リニューアルしたキスです。そう、これめっちゃ気になってて欲しかったんですよね。なのでこれもね、1色ずつ買ってみた。でリップがさ、すごい細いんですよ。見てすごくないこれこんなに細いの。だからさ、カバンにスッと入りますよね。持ち運びにいいし、あのこの細さだから使い切りやすそう。それはいいですよね。こんな感じ、ちょっと似てるかな。こっちの方がでもピンク味が強いかもしれない。これがね、可愛いなと思って買ってみました。これ持ちがどうなのかはちょっとわからないんだけど、あのテスターではメイベリンほど持ちがいい感じはなかったかな。でもね、色味も可愛いし、細いからね、すごいいいですよね。これ使うのすごい楽しみで、このね、パレットもすっごい気になってたんですよ。じゃじゃーん、これめっちゃ可愛くないですか。このラメがすごいね、気になってた。でここにね、境目がないからブレンドして使ったりもできるんだって。なんか自分好みにアレンジして使えるのがいいですよね。で私は、01番のマリアージュブラウン、使いやすそうなブラウン系にしました。ちょっとこのラメだけ出してみようかな。いやー、触るのもったいないけど、すごいキラキラ、白っぽいラメかな、シルバー系かな。大粒のラメがすごい綺麗。でもなんかゴールドっぽい感じもあるかな、なんか多色ラメって感じがする。これ絶対可愛いよね。これは期待大またメイク動画とか、最近ね、ショートとか、あの YouTube ショートとかね、リールとかあの上げてるので、そういうところでちょっと使ってみたいなと思います。そして次、こちらエクセルモチベートユアスキン、これめっちゃ気になったの。あのすごい良さそうな感じがして肌にも良さそうな感じもするし、なんか仕上がりも綺麗そうだから試しに買ってみたよ。じゃじゃーん、なんかこれだけでもね、良さそうな感じで、メイクしない日はこれだけでもいいかもしれない。すごい伸びがいい、めちゃくちゃ伸ばしやすくて、ほんとスキンケアの延長って感じがする。お、めっちゃ綺麗じゃない、すごベールをまとったような感じがする。おー、いい感じそうで、 SPF48 の PA3+ だから結構 UV ケアもできる。新しい下地をね、ちょっと試すの久しぶりなので楽しみ。そして最後はこちら、ファシオのウルトラウォータープルーフマスカラボリュームタイプ、こちら初めて買ってみました。なんかね、最近マスカラいいのないかなと思って、この間しおねちゃんとランチしたんだけど、その時にね、一緒にお買い物してる時にマスカラなんかいいのあるかなとか言ってたら、これいいですよって言って教えてくれて、ちょっと試しに買ってみた。じゃじゃーん、ブラシはこんな形、結構大きいんですよね。ボリュームタイプだから大きめのブラシになってますね。もう今ね、マスカラ塗ってるし、ちょっと下がってるけど、この上から試しに塗ってみます。やっぱマスカラ塗ってるから今ちょっとよくわかんないんだけどでも意外とこの大きいブラシでも塗りやすい、結構絡んでくれる感じがあるから、私の短いまつげでもいけそうな気がする。どうだろう、ちょっとこのちゃんとした手順でやってみたい今度これもまたメイク動画で使ってみたいと思います。はい、ということで久しぶりにコスメ購入品を撮ってみました。最近の中では結構多めに買ったので撮ってみました。メイク系コスメ系の動画もね、増やしていきたいなと思って、気になるものをね、買ってみました。でこれを使って撮っていくので、メイク動画とかレビュー動画楽しみにしていてください。なんかすごい久しぶりにワクワクしてるやっぱ秋コスメって可愛いですよね。メイクの雰囲気とかもね、変わるからすごいワクワクするで私が選んだのは日常にもね、使いやすいようなものなので、これからどんどん使っていこうと思います。気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。もしなんかこういうコスメ、プチプラコスメでもデパコスでもいいんですけど、あのレビューしてくださいとか使ってみてくださいっていうリクエストがあれば、ぜひコメントしてください。で今日も新しいお洋服を着ております。今回もね、アングリッドの展示会で購入したお洋服です。今日はね、ワンピースなんですよ。ちょっと全然見えないと思うんだけど、じゃ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 ーん、また横がカットアウトしている洋服です。好きすぎない、こういうのこういうのがあったらすぐ買っちゃう。でこんな感じ、
ポケットもね、ついているので、着やすいです。ワンピースなんですけど、結構細めなね、ワンピース。ちょっと全然見えてないと思うんだけど、こんな感じです。ひらひらしたような感じではなくって、少しタイトで大人っぽいような感じですね。あんまり甘くなりすぎない感じがいいなと思いました。で、私のはね、ブラックなんですけど、これデニムっぽいような感じなので、ブルーもね、あります。で、なんかね、五分袖っていう感じだから、全然秋にも着れます。むしろちょっと秋の方が涼しく着れるかな。で、冬服もね、頼んであるので、また届いたら動画とかで着ようかなと思います。こちらもぜひチェックしてみてください。ということで、今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは、次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。